ハヒフヘホー、おーい、プリキュアたち。あ、バイキンマン、一体どうしたの？実は俺様、好きな子ができたから、プリキュアたちに伝えたくて。好きな子？恋バナだね。それは一体誰なの？俺様の好きな子の名前は、名前は？キュアセレーネ、君だ。え、私？バイキンマンがキュアセレーネのことが好きなの？バイキンマンとキュアセレーネ、どうだ？お似合いのカップルだろう。はっきり言って、バイキンマン顔全然かっこよくないし、だけどキュアセレーネはとっても美しいし、お似合いじゃない。不釣り合いなカップルだね。バイキンマン、諦めなよ。なんだなんだお前たち、俺様の恋を邪魔しようっていうのか？は、もしかしてお前たち、俺様のこと好きだから焼き餅焼いてるんだろう。それはない、全くない、一切ない。なんだなんだお前たち、くっそー、お前たちなんてこうしてやる。俺様を否定するプリキュアたちをカビの中に閉じ込めてやったもんね。さあ、キュアセレーネ、俺様の告白の答えを聞かせて。ごめんね、私カビアレルギーのバイキンアレルギーだから、バイキンマンとは近づくことすらできないの。諦めて。キュアセレーネがバイキンとカビアレルギーだなんて。ガーン、俺様ショック。バイキンもカビもない綺麗な男になったら、また告白してもいいかな。そうね、その時はまた考えるわ。よーし、俺様今からお風呂に入って体を綺麗に洗って、バイキンやカビとはおさらばな。そんな生活をして、またキュアセレーネに告白するよ。じゃあね、バイバイキーン。バイキンマンからバイキンを取ったら何マンになるのかしら。で、そんなことを言ってる場合じゃないわ。カビに閉じ込められたみんなを助けてあげないと。でも私、カビアレルギーだからカビを見るだけで、触ることすらできないの。あ、そうだ。動画を見てるそこのあなた、ねえねえ、グッドボタンを押して私に力を貸してくれないかな。みんなのグッドがたくさん溜まればプリキュアたちを助け出すことができるよ。お願い、グッドを押して。あ、そうそう、うわすごい、みんなたくさんグッドを押してくれたのね。よし、神の手出動でプリキュアたちを助けよう。まずはこの白いカビから。白いカビに閉じ込められてるのは一体誰だろう。みんなわかる？あ、この髪飾り見たことあるよね。ピンクの二つ縛りに、あ、お顔が見えた。もうわかったね。白いカビの中に閉じ込められていたのは、そう、キュアスター。カビの中って本当に最悪。バイキンマンなんかキラヤバーなキュアセレーネに絶対に合わないよね。でも助かってよかった。ね、動画を見てるみんな本当にありがとう。みんながグッドボタンを押してくれたおかげだよ。残りの二人、キュアミルキーとキュアソレイユも助け出そうね。どっちがどっちなのかしら。よし、まずはこの粘土を開けてみるよ。よいしょ、よいしょ。あ、このクリッとしたお目目。お星様のカチューシャー。そして星の触覚。もう誰だかわかったね。よいしょ、よいしょと。首の粘土も取って、
よし、救出大成功。およー、脱出できとる。ふぅ、カビの中は最悪だったる。動画を見てくれてるみんな、助け出してくれて本当にありがとる。よし、残るはキュアソレイユ一人。みんなで一緒に最後まで助け出そうね。最後の一人、キュアソレイユをカビの中から助け出そう。ふぅ、キュアソレイユがっちりカビの中に閉じ込められちゃってる。この辺から助け出そうかな。あ、お洋服が見えた見えた。うわぁ、綺麗なお洋服がカビだらけだ。よいっしょっと。こっちのカビも、よいっしょっと。お髪についてる髪も、取って取って。よいしょ。お顔のカビも取っていくよ。あ、綺麗に取れた。よかった。バイキンマンって本当に最悪。でもカビの中から脱出できて本当によかった。動画を見てくれてるみんなのおかげだよ。ありがとう。それにしてもやっぱりバイキンマンとキュアセレーネって似合わないよね。みんなどう思う？お似合いだ。それとも似合わない？ってコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。キュアセレーネ、助け出してくれてありがとう。いえ、どういたしまして。バイキンマンにはもうコリゴリだね。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。